ルヌガンガ、自邸内館、ルヌガンガ、自邸外館、ルヌガンガは、スリランカの著名建築家、ジェフリー・バワのカントリーハウスである。この辞書は、オランダ統治時代は、シナモン農園、続く英国統治時代は、ゴム農園であった。1948年にこの辞書中の小さな家屋が、地方州税理に貸し出された。1949年に弁護士としての資格を得た。 ばかりのジェフリー・バワがバンガローを終末住宅に転用してヨーロッパのルネサンス庭園のトロピカル版を作る目的でこの辞書を購入する。敷地面積は6.1ヘクタール、弁当た近郊のデワダ湖畔にある。バワはこの敷地をルヌガンガと名付けたが、それは新原語で塩の川を意味する。建築的素養のないことを認識したバワは英国に戻って、 建築を勉強し、資格を取得して1958年に、ロ論に帰ってくると、エドワード、レード、ベックスという建築家と共に実務に携わり、他方では2003年5月のその島で40年に渡って、ルヌガンガに手を入れ続けた。最終的に、シナモンヒルで仮装され、そこに営民することになる。建物と庭園には、ドナルド・フレンドやラキセナナヤけといった、 芸術家の作品やアジアやヨーロッパからの様々な文物が置かれ、2003年のバワの死後、彼の親友からなるルヌガンガ財団によって庭園は一般公開され、建物はカントリーハウスホテルとして運営されてきている。ジェフリーバワ、ありがとうございます。